攻撃に全てをつなげていくんだというプレーが必要だと思いますね。中山とジョー、今日はゴールに近い位置、しかも前を向いたプレーをたくさん見せてほしいです。そうですね、やはり役割を持ったポジショニングがみんなこうグラウンドに散らばっているわけですけども、なぜ自分たちが一番ゴールに近いところにいるのか、ジョー、それから中山という選手、その役割というものをまず第一に僕は貫き通してほしいと思うんですね。クロアチア対策としては非常に中盤がいいものを持っています。今日本キックオフ始まりました。今日は主審ラムドハンさん、トリニダード・トバコの方です。そしてゴンザレスさんもトリニダード・トバコ、ゴンザレス・サリーさんという副審です。山口からジョー、斜めに出ました。日本最初のチャンスです。そのまま入れる。前の選手に一気にゴールを入れてくるような場面が数回あります、はい、サイドを突破しました。やるに中にはいる、スタリッチがいる、クリアしました。ビリッチです。シミッチ、スタリッチシュート、外れました。シュートですね、シケルです。失礼、今のはシケルのシュート。こぼれ球を常に拾いに行っているのが日本です。ナナミカ、いいタイミングで上がってきたのは中西だ。中西チャンス入れた、出ます。その時に相馬がですね、非常にいいカバーをしてましたし、この上がりですよね。ここはチャンスでした。読まれてましたけど、プロシネチキ、シミッチが上がっていきます。うまいプロシネチキ、シケルが来た、シケルのシュートは浮いた。危ない場面でした。クロスネスキの右サイドでのドリブルでかわされた瞬間にクロス、シュケルがもう来るなっていうの分かってますよね。ここで仕掛けて足の方が打ちやすい、ね、直接狙ってくるかもしれません。背中がシュケルです。シュケル狙った、いいボールでしたが外れました。やはりこのシュケルの左足は怖いです。ですからこういうフリーキックを 何回も与えていくと、その蹴るフィーリングというのを与えてしまう。勝負してほしいですね。ここはジョー、勝負、ジョーのシュート。そうですよ、相馬チャンスを作る。相馬のシュート、わずかに外れましたが、いいシュートでした。いや、非常にこう二次攻撃ですよね。前に出てる証拠だと思いますね。今はジョーがシュートにまで行ったところ、こぼれたところを相馬が詰めてのシュート。アサノビッチ、スタニッチ抜けました。スタニッチ、スタニッチフリーだ。スタニッチ、スタニッチのシュート外れました。助かった日本、完全にスタニッチが抜けていきましたが、スタニッチのシュートが枠を外れました。いや、今のは危なかった。井原のね、もう精一杯のこうスライディングなんですけどもね、このスタニッチという選手、足元強いんです。山口、勝った七海がいます。中田浮かした、はい、ジョーが出た、チャンス。ここも距離があります。中田か、秋田君も行きましたからね。中田狙った、クロシネチキ、シケルが上がっていきます。井原がマーク、シケル、シケル右から来た、クロシネチキ、クロシネチキかました。七橋君いったよ、クロシネチキ、七橋がよくついていました。いい中田です。あ、危ない危ない、これ危ない、オフサイド、オフサイドの旗が上がっています。いや、取ってません、取ってません。いった、シケル助かりました。日本、中西、あ、危ない場面、下に陣出た、シケルが行く、プロシネツキも行きます。下に陣がキープして、井原がいいオフ読んだ今はね。ここに8番のプロシネツキ、こういう風にボールをキープする。中田がうまく取りました。ジョーが左サイド、真ん中に中山がいます。中山に出した、中山に出た、中山シュート、キーパーに止められました。いや、今の決定的な場面でしたが、スタニッチが見に行きます。左利きですから、あの方向に追い出すといいボールは来ませんよね。スタニッチが、シケル、シケルだ、シケルキープ、止めました川口。ただ今クロアチアがシケルのワントップ気味、クロアチアは絶対、おっとまた危ない、シケルかわした、シケル、シケル、シケルが行く、シケル、中西がいいディフェンスを見せましたが、中西のディフェンスファールはありません。
これを2人で取るというのはね、日本のサッカーだったんですね。相馬にいいボールが出ました。相馬、中山、ジョー、その前にファウルがありました。今中山のファウル大きいですからね。ここで前半を終了しました。前半は両チーム得点がありません。入っていたフォワードの位置にブラオビッチが入って、先ほどまでいたスタニッチが右の外側の攻撃的な位置に入ってきました。4番のシティマッツが出ました。後半クロアチアのキックオフで始まりました。日陰にありましたが30度を超えています。中山からジョー、中山、中にジョーが行く、ジョーのシュート外れました。いい形からサイドの攻撃、そうですね、左サイド相馬から、そして入れていますが、シュケル、中西がつきます。今シュケルと中西がもつれましたけども、こうやってこれはすごくインテンショナルだと思いますけどね、はい、シュケルが抑えつけてますけどもね、はい、いやちょっと焦りがあるんでしょうね、はい、いい中盤のこうパスの組み合わせというのが見えませんから。はい、パスですよ。縦にまたサイドが突破する、日本のチャンス、中山、うん、相手のファウルを流してアドバンテージ。いや、いい展開ですね。山口が左サイド、相馬、七海、オーバーヘッド狙っていったジョー。いや、今7人のダイレクトパスは非常にセンスがありましたけどもね。ジョーが得意のこのダイレクトプレーですよ、はい、こういう浮いた球、うん、強いんですね。確かオリンピックの中山が下がります。中山に代わって岡野を投入します。後半まもなく16分になるところ。いや、中山も本当にここまで自分のワールドカップの得点がない日本です。岡野を使いたいですね。岡野が走る、はい、岡野抜いた、岡野、中田、並び、シュートはできませんでした。このバランスで守っていくということが日本には必要なんですね。やるにはクロスボール、ヘディング外れました。助かった日本、シケルのヘディング危なかったですね。今のもワンタイミングしかないんですけども、あそこを仕込む力を持ってる。プロシネチキに代わってマリッチを使ってきます。日本は中田、岡野が行きます。岡野落ち着いていいボール、相馬、中田が空いてますよ。相馬シュート、相馬のシュート浮きました。今中で中田が奈良橋、山口出した、奈良橋オフサイドです。ギリギリシケルに出た、カウンターは怖い、クロアチア、シケル浮かした、シケルのシュート、クロスバー、バーに助けられました日本。それでやはり左右を崩している分、中でこう、また取った、アサロビッチ、いいね、よく読んだ、ツーパス、伊原がよくコースを読んだ。アサロビッチ上がってくる、シケルがいる、シケルシュート、先制ゴールはクロアチア、シケルが決めました。後半日本押しながらクロアチアのカウンターにやられました。1-0、クロアチアが1点リード。後半の32分です。いや、まだまだ下向いてないでね、これすぐ行かないとダメですよ。堀島を入れて奈良橋が抜けます。中田、中西がいる、中田が突破した、中田サイボール、中西ヘディングはで、ロペスを入れます。ここで斜めを下げましたね。もうこれで日本は打つ手を打って、はい、あとは点を取るだけです。中でしょうね、ジョーから中田、ロペスがいます、ロペスがいった、ヘディング、ロペスのヘディング、
外れました。もう入ったロペスが取りました。よし中田、うん、合わない。今ねロペス、ジョー、岡野と同じポジションに入っちゃったんですよね。ここで試合終了。クロアチアが1対0で日本を破りました。日本2連敗。これで決勝トーナメント進出の可能性は非常に厳しくなりました。この暑さの中全てを出し切ってサイド攻撃に徹した日本ですが、最後の1点ゴールに押し込むということができませんでした。